深田浩二は、日本の映画監督。東京都小金井市出身。大正大学文学部、映画美学校卒業。株式会社、CRG 所属。1999年、映画美学校第3期フィクションコース入学。2002年、長編自主映画、椅子を初監督。2004年、渋谷アップリンクファクトリーにて、ロードショー公開。2006年映画、 ザクロ屋敷バルザック、人間喜劇よりを東映アニメーションより発表。2005年、平田織座主催の劇団青年団に演出部として入団。2011年2月にコマバアゴラ劇場で初の映画祭を青年団俳優と共に企画開催し、富田克也、浜口隆介、マリコ哲也といった若手監督たちの作品を上映した。 2011年3月に大阪アジアン映画祭で特集企画ディレクターズ・イン・フォーカス・深田浩二という才能として艦隊東京人間喜劇ザクロ屋敷自転車と音楽が上映2013年二階堂文主演の小鳥のついたちこでなんと三大陸映画祭グランプリ金の気球賞と若い審査員賞をダブル受賞 タリン・ブラック・ナイト映画祭最優秀監督賞を受賞。2015年、さようならで東京国際映画祭メインコンペティション選出。同作の脚本で第18回、菊島竜造賞ノミネート。マドリッド国際映画祭にて、ディアス・デシネ最優秀作品賞を受賞。2016年、淵に立つが第69回カンヌ国際映画祭。 ある視点部門審査員賞を受賞。また、同年6月には、第40回アヌシー国際アニメーション映画祭にて、ザクロ屋敷が正式招待された。カンヌとアヌシーに同年に、別個の作品で呼ばれることは、極めて珍しい。2017年、淵に立つによる成果に対して、第67回、芸術戦勝文部科学大臣新人賞を受賞。2020年、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国の映画館が営業自粛を余儀なくされ、経営危機に陥るミニシアターが続出。政府の保障も不明瞭な中、同じく映画監督の浜口隆介と共に、全国の小規模映画館支援のためのクラウドファンディング、ミニシアター、エイド基金を立ち上げた。ありがとうございます。